私たち世界各地で起きている UFO 現象これは宇宙人というカテゴリーで自分たちとは全く違う星からやってきたという説ともう一つあってもう一つは 私たちの未来の姿だという説があるんですね未来からタイムトラベルで過去の私たちに会いに来てそしてそれが宇宙人として私たちが認識しているという考え方があるわけなんですねこの中で有名なレンデルシャムの森事件トーキーのチャンネルの中でも一度動画として上げてるんですけれどもこれはイギリスで UFO が何,何らかの現象が起きていて 当時イギリスのその地域にアメリカ軍がいたんですね。アメリカ軍が駐留していたそしてそのアメリカ軍の基地の中をパトロールする3人がその奇妙な光をレンデルシャムの森に見たんですねそれは彼らが勤務する基地のすぐ外にありましたでその上司に伝えたら1人は基地に残って2人はその光を見に行けと。 命令が下ったんですね。彼らは全部武器を置いて出ました。イギリスというのはピストルの持ち運びも禁止されてます。原則禁止です。イギリスはテロが起き始めてからは一部の警官に拳銃の携帯が許されましたけれども武器を持ち歩くことが基本、えー、原則禁止なのでアメリカ軍もその国にいる場合はその国の法律に従う部分が多いので彼らも アメリカ軍としてたくさん武器を持ってたんですけども、それを全部基地に置いてから出ています。実はレンデルシャムの森事件の翌日にも、光が5つの破片に分裂し姿を消したというような目撃があり、さらに、その UFO のような物体を見たという兵士も多数存在しており、その当時、アメリカ空軍の司令官、ホルト、このホルト中佐の報告書っていうのが残ってるんですね。 彼がまとめて報告しているんですが、こういった交換が含まれているため、レンデルシャムの森事件は信憑性が高いと言われておりますけれども、UFO が本当に飛来してきて、それらをアメリカ軍の兵士たちが見ているという、それがレンデルシャムの森事件なんですけれども、ここに一人、えっと、目撃者がいるんですね。ちょうどその時、アメリカ軍の基地の中で上級警備官、 警備の人ですね、ペニストンという方がいらっしゃいまして、彼もその時、UFO を目撃しているわけなんですが、なんとその物体に近づいた時に、トランス状態に陥り、0101といったようなバイナリーコードですね、コンピューターなどのコードがバーッと頭の中に入ってきたと。そして、その時に、テレパシーのようなものを彼は受けたというんです。 実はペニンストンさん、この時のことを記憶が消されていたんです。すっかり忘れていたそうなんですが、催眠対抗を受けて思い出したとおっしゃってるんですけれども、実はレンデルシャムの森事件、この時にそのレンデルシャムの森で出会った存在から実際にテレパシーを受けたと彼は述べており、彼らは宇宙人ではないんだと。実は私たちの遠い未来の姿なんだというわけなんですね。人類自身が 過去にタイムトラベルででやってきてきいるというわけなんですでそれはどうしてなんですかと聞いたところ実は我々は遠い未来かなり深い問題を抱えることになると環境が汚染されて人類は生殖に関する問題で圧倒的に不利でもう人類がもう存続できないとそういうところまで追い込まれるんだとそれによりタイムトラベルを開発し 遠い過去に戻り、つまり現代ですね。遠い過去に戻り、その自分たちの生死や卵子を、そして染色体などを確保し、深刻に衰退しつつある明日の人類を確実に存続させようとする努力の一部であると、そういうふうに聞かされたそうなんですね。宇宙人ではなく未来人だとする説は深く昔からあるんですよね。つまり、 私たちのの未来の姿であり私たち自身だから地球に来るんだと彼らも地球にいるから未来の地球から過去の地球に来てるに過ぎないというわけなんですねもしかして他の星から来てる人もいるかもしれませんが他の星にいる人たちがそんなに地球に興味を持つのかという人もいるわけなんですねもしかしたら本当に実はそのアヌンナキ伝説の方でも言ったんですけれども他の星から来ている場合 他の星の遺伝子が類人猿に施されて今の人類が生まれた。だから彼らにとっては私たちは子供みたいなものだからその成長を見るために定期的に来ては観察してるんだという説もまあ、いろいろあるわけですね。いろんな説がいろんなところから浮上してくるわけです。その中にこの未来人説があるというわけなんですね。一つ、 なんだかリークされた映像のようなものがあって、薄暗い中に宇宙人のようなものが座っているんですね。で、その宇宙人に対して色々と質問していく中で、その宇宙人が我々は人間だと。未来の人間だという、そういった映像が流れたりはしてるんですね。ですからやっぱりそうなのかっていう説が出てくるのは当然だなと思います。トーキーとしては、 どちらにせよ、今の私たちではない何者かが来ているんだなっていうことはわかるわけです。それが、よその星から、違う星から来ている宇宙人であれ、私たちの未来の姿であれ、どちらにせよ、今の私たちの姿形とは少し異なるようになっていくのかなと思うわけですね。その姿形が変わってしまう人類ですよね。変わってしまった後に、男女がお互いに興味を抱かなくなり、 それによって子孫も激減してるんではないかという人もいるぐらい見た目が変わるのかなと思うと、じゃあその変化はいつ訪れるんだと。それがすごく不思議なんですよね。例えば言葉を学ぶときに、では私たちのこの言葉、次に外国語を学びましょうというときに、そう、ものすごく勉強しない限りブレイクスルーが起きないわけですね。 ある時点でポーンと分かってその言語を自分のものにしていく。これはある程度の時間がやっぱり今は必要なんですよね。例えば未来に何らかの翻訳機みたいなものを脳に埋め込んで立ちどころにあらゆる言語が分かるというふうにならない限り、まだ私たちは何かを習得するとき、言葉だけではなくて何か資格を取るときの勉強にせよ、必ず時間が今は必要なんですね。 うん、ですから、じゃあその時に、それさえも時間がかかるのに、自分たちの姿形が変わるなんて、あんな風に宇宙人のような姿形になるなんて、何万年かかるんだと。人類が生まれて、うん、そうですね、だいぶ経ってると思うんですけど、そんなに変わらないですよね、見た目は。昔から。だから、この説もですね、陶器は、 わからないな。もしかしたら本当に科学が進歩しすぎて、それによって徐々に徐々に本当に変わっていくのかなと思ったりもするんですけれども、例えば今の一年、私たちが今過ごしている一年が、例えば10年先の一年というのはものすごくスピードが速くなっているかもしれないんですね。今私たちが体験しているこの変化、いつの間にか私たちはスマホを手にしている、いつの間にかコンピューターが自分の 生活の中に組み込まれている、こういった私たちの生活の中の変化というのが2000年以降かなり加速度を上げてスピードアップされたと思うんですけれども、これから少し未来先の1年はもっと早いのではないかと、その変化はもっと早いのではないかと言われております、今現在 AI の現場では1年前のことがもう古くなっているそうです。 今一生懸命開発してるんだけれども、一年後にやってきたことがすべて古くなってるっていうんですね。恐ろしいスピードだと思うんですけれども。ですから未来を予測するのは非常に厳しいわけです。非常に難しい。なぜなら今の私たちのこう生きているスピードではない可能性が非常に高いからですね。このようにどん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 進歩し進化し、どん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 変化していく中で私たちは生きている。で、変化しながら生きていくので、 今現在はわからないんですよね。あまりその変化がいつの間にか身についてしまっている。昔は少しでも、どうしよう、携帯電話ができたとか、スマホが出てきてるけどどうしようというふうに、1年2年先延ばしにして、少しずつ周りが使い始めたら徐々に触っていくっていう人もいますし、ですからそのいつの間にかなんですよね。 慣れてしまうと、自分のものにしてしまうと、昔からそれをあたかも、私は自分自身に持っていたかのように使いこなしている自分に気づくわけです。まあすごいことですよね。ただ、あの、安心していただきたいのは、そういった技術っていうのは、 私たちのように、こう、どん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 下の方の一般人に、こう、届くようになった時には、簡単に操作できるようになっていますので、難しいことは開発者だったりですね、そういった方々、今現場で取り組んでる方々が、一生懸命やってらっしゃると思うんですけれども、私たちは、自分たちが使いこなせないものは、身につかないです。身につきませんので、自分たちのところに来る頃には、 もう少し簡単に、何もかもシンプルに簡単になると思います。それがその技術の進歩だと思います。そういったことを踏まえると、宇宙人と思っていた人たちが万が一未来人だった場合、その未来の私たちはタイムトラベルを非常に簡単に、日常的なものとして使いこなしてるんだろうなと思うんですね。もちろんそこには法律もあると思います。過去の人に触れてはいけない。 だから、むやみやたらに宇宙人はコンタクトしてこない。なぜなら過去の何らかを変えることにより未来が消滅してしまう恐れがあるからですね。これは SF の世界の中でいろいろと語られてるんですけども、また SF 小説なども当期読んでいきたいなと思っておりまして、それはですね、やっぱり夢がありますし、面白いんですよね。今の私たちではない違う、違う世界に連れてってくれる、そういった SF の世界も面白いなと思います。 SF の中にもジャンルがいくつかありまして、例えば宇宙人と出会うコンタクト系ですよね。遭遇してしまう系とか、あるいは未来のデバイス、新しい機械が発明されて、それによってどうやって世界が変わっていくのか、この機械により、もちろん、 楽しくなることもたくさんあるけれども、もしかしたら問題が発生してしまう恐れもあるわけですね。それを描いているのが SF というジャンルだと思いますので、それを読むことにより、未来でもしこの機会が誕生してしまったら、 どんな変化が私たちの生活に訪れるんだろうというのが予測できるようになるわけです。これはですね、例えば会社を経営なさる方々とか、例えば政治家の方々にも SF は読んでほしいなって常々トーキーは思うわけですね。なぜなら彼らは今を少しでも良くしようとしなければ、そこで終わるからですね、彼らの仕事というのは。で 未来を予測することは非常に難しいんだけれども、その難しいことを少しでも取り入れていかない限り、現状だけ見ていても打破できないわけですね。その時に SF っていうものの見方、その未来がもし変化した場合、どのように変化するのかっていうのがたくさん本として出ているので、それを少しでも読んでほしいなって、時は思っております。 今回は遭遇した宇宙人がもしかしたら私たちの未来の姿かもしれないということで少しお話をしてみました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。